こんにちは、バゲママの時間ではないんですけど、麺類の大量注文が入りました。ソース焼きそば、塩焼きそば、焼きうどん、3人で来て全員違うんだと。これ一番大変だ。食えんのかな。まずね、焼きうどんから作らいね。焼きうどんいつも作ってるのね、みんな見てるからね。すごいね、麺類一気に入って麺類、ね、まずね、焼きうどんから作りますね。焼きうどん、肉、肉、肉、よし、焼きうどんの肉、ソーセージ少し、これはね、焼きうどんの方は白菜、ナス、ネギ、人参、塩コショウ、で気温もね、上がってきてね、中東もだんだん地獄になってきました。焼きうどんはね、どこで行った、和風だしね、和風だし少し入れます。和風だし、よし、でね、はい、本当に大事、鍋焼き、鍋焼きでね、うどん、はい、それにね、白だし、これにね、お醤油、白だしも少し、よし、これじゃね、半熟めっこ、やりゃ、半熟めっこだね。いいやんずだ、みなこにさ、かつお節、大量、おくれ、ね。入れるとさ、まろやかになるんだ。それ、もう缶詰っこ。
素晴らしい。出来上がりましたね。いいよ、いいよ。よし。だからね。電話ですね。ちょっと待ってください。はい、アトムです。はい。はい、そうです。ご苦労様です。はい。ええ。あ、あと、おしゃれず、なんだっけ。え、いえいえ。そうですね。楽しいライブでしたね。ええ。え、4人5人、はい、はいはいはい、あ、はいはいはい、わかりました、はい、了解です、お願いします、はい、うん、私でもいいし、イタル君の方でもいいし、はい、よろしくお願いします、はい、はい、あ、ライブの申し込みですね、プロの方ですね、よし、まずね、のりドリルをできた焼きうどんが一つできました、うどんね、用意できますね、はい、これほどあるんだかと、だな、残すなよということで、はい、いいですね、次はさ、ソース焼きそばですね、ソース焼きそばと、あの、塩焼きそば作るのがダメですね、うまいですね、面積だってな、開けときは食えないな、うん、待ってけ、あとね、ソース焼きそばだはんで、何焼きそば作る、あ、先にソース焼きそばだな、太麺、太麺、よし、何いく、ソーセージ、ラード、焼きそばにはラード、え、あれ、今日のおばげまんま前だ、たった今お客さんから注文来たね、うん、焼きうどん、ソース焼きそば、塩焼きそばって感じだね、人参焼きそばは、あの、あれだ、キャベツね、あれね、麺、
の塩コショウ、今塩コショウ、鶏の名盤ウスターソースでちょっと味付け、はい、香り少し来ましたね。 OK ですね。こっちもね、こっちはね、こっちもね、最初にウスターソースでちょっと味付けね。あ、もやし入れるの忘れましたよ。これね、ウスターソースでちょっと味付けね。ちょっとね、あれ、はい、いい、はい、ね、たまに開けますね。よし、いいよ、いいよ、いいよ、これね。中華味ですね。でもね、中華味もね、あんまり失敗入れると結構しょっぱいですね。いいよ、いいよ、いいよ、よし。ならね、ポタフクソースね、ポタフクソースすごく美味しいけど、普通のソースの値段の倍しますね。アンジュメッコスかな、アンジュメッコ、ソース焼きそばのアンジュメッコ、まあもうワンカー、まあもうワンカー、みんなモアカソースっぽくてもいいんだけど、お客さん、あまりの人って帰りに行けばさ、マスター、おいソースってしゃべらんでな、ほら、うん、うまっ。モアカお茶作れるかな。じゃあこのくらいソースは、よし、できた。2人目、はい、これ1人分です。1人分ですよ。これはもう軽く食いだもんね。これにね、あのうちの場合ね、マスターを置いてばさ、あのパキパキせいでて持って帰って揚げてくださいと、そういう予定になってますんで ね。はい、お客さんのソースクソバイチョウ、はい、うわぁ、これほんとあるんだかってなんだな、上がってしゃべっちゃうんだビアってな。次ね、最後ね、塩焼きそばね、塩焼きそばはひき肉使います。これは
肉のタシコトルテンドのつむつぼでいいですね。いつもいますね。こちらソーセージね。全部ね、ソース焼きそばと塩焼きそばは麺が違うんです。あの塩はね、細麺のチリチリ、あのソース焼きそばは太麺のチリチリ。なのでね、ナポリタンもね、太麺、普通の麺の茹でるの倍かかる、 1.5mm だから6mm だ。でもさ、昔ながらのナポリタンになるんですね。3人同じものだと一気に出せるんだけど、みんなバラバラだとこういう風になりますね。どうしてもいい。一人食い終わった頃に次の人が来ると、まあみんなで食うんだからね。おお、来た来たってね、やればいいじゃんね。そしてみんなで来ればいいじゃんね。こっちはね、塩コショウ、塩コショウね。まあね、塩の粉末、でもね、塩の粉末、ここもね、青森近14度だが厨房が熱い、そばっこ入れますね。はい、これにね、ごま油こう少々ね。ね。ごくうま塩だれね。先にね、粉末の塩粉で味付けてるので、これ、そういっぱい入れなくても、これ入れればね、ぐっとコクが出るんですね。この加減だと。どれ？アンデレッコー。うん、うん、塩味だ、間違いなく塩味だ。いいな。美味しいな。ワンカンジミコツかな。いや、
注文通り全部できましたよ。これにね、海苔、大量の海苔、ね、よし、これがね、かつお節かけなくいい、海苔だけの方がいいね、いろいろ食べてみる、そういう感じ。よし、まあね、これ持ってきますね。